オーリーオーン、オーリーオーンは、ギリシア神話に登場するカリュード。渡積ポセイドオンのことされているが、伝承される神話によって違いがある。彼にまつわる最も有名な神話は、彼が四五天に登ってオリオン座となり、宿敵のサソリ座と共に夜空を永遠に回っていると伝えている。日本語では長母院を省略してオリオンと表記する。または、 英語読みに近いオライオンと表記する。オーリーオーンは、海の神ポセイドオーンと、ミーノース王の娘エウリュアレートの間に生まれた。また、羊については、アマゾーンの女王の子であるとする説、大地母神ガイアを母とする、ティーターンであったとする説、ボイオーティア王ヒュリエウスの子であるとする説もある。背の高い異常符で、稀に見る美貌の持ち主であった。 父親であるポセイドオンから海を歩く力を与えられ、海でも川でも、陸と同じように歩くことができた。たくましくりりしい美青年であったオーリーオーンであるが、早熟で公職でもあった。ボイオーティアで暮らしていたオーリーオーンは成人し、やがて、シーデイ、ザクロのいという大変美しい娘を妻に迎える。ところが、シーデイは、非常に高慢で、私の美しさは、 全知全能の神ゼウス様の妻ヘイラーよりも美しい、と述べ、女神とその養殖を競った。このためヘイラーは怒り、シーレを、冥府、タルタロスへと落とした。妻を失ったオーリーオーンは、旅人となり一人で諸国を放浪していた。清ス島に立ち寄ったオーリーオーンは、その島の王オイノピオーンの娘、メロペイに一目ぼれする。そしてなんとか、 メロッペイの愛を得ようとしたオーリーオーオンは、得意の狩りに出かけては獲物を彼女に献上し、やがて結婚を申し入れた。しかし、メロッペイもオイノピオーンもオーリーオーンを好ましく思わず、困った王は、オーリーオーンの死を望み、死も荒らし回っているライオンを退治することを条件に、娘との結婚を承諾すると述べた。王は当然不可能な条件と考えたが、オーリーオーオンは、 何なくライオンを殴り殺し、その川を王への贈り物にした。思惑の外れた、オいのピオーン王は、結婚の約束を履行せず、オーリー王ーンを、この剣ではぐらかし続けた。オーリー,オーンは、王が約束に応えないことを起こり、酒に酔った勢いで、メロペーに力づくで迫りこれを犯した。オイノピオンは起こり、父である酒の神ディオニューソスに頼んでオーリー王を、泥酔させ、 彼の両目をえぐりとって盲目にし海岸に捨てた。盲目になったオーリーオー,オーンは身動きできずにうずくまっていた。彼に対し信託は東の国に行き、ヘイリオスが最初にオーケアノスから昇るとき、その光を目に受ければ再び目が見えるようになるであろうと告げた。オーリーオーンは遥か東のレームノス島へと向かう。盲目の彼はキュクロープスの土を打つ音を頼りに、 霊夢の巣島にたどり着いた。こうして、ヘイパイストスの火事場に入り、ケーダリオーンという見習い弟子をさらって、彼を肩に乗せ案内させて、オーケアノスの果てまでたどり着いた。彼を見た、エオース、赤月が、オーリーオーンに恋をし、アニエーリオス、太陽神がオーリーオーンの目を直した。オーリーオーンは、オいのピょオーンに復讐しようと再び、キオス島に戻る。 しかし目指す相手が見つからなかった。ヘイパイストスがオイノピオオンのために作った地下室に隠れていたためである。オーリーオーンはオイノピオオンが祖父ミイノースのもとに逃げていると考え、海を渡ってクレータ島へと行った。クレータではアルテミス女神がいて、共に狩りをしようとオーリーオーンを誘った。すぐに気を取り直したオーリーオーンは今度は、明け者の女神、エイオースとの恋に夢中になった。 さらにオーリー・オー,オーンは、エイオースとの交際中にもかかわらず、アトラースの娘プレイヤーでスなナ姉妹に恋し彼女等を追いかけ回した。エイオースの仕事は夜明けを告げることだが、オーリー・オーンと付き合っている間の彼女は彼に会いたいがために仕事を早々に着上げてしまう。ところが、夜明けの時間が短くなったのを狩りの女神アルテミスは、不審に思い、エイオースの宮殿がある世界の東の果てまで様子を、 見にやってきたそして、オーリーオーンは、アルテミスと、運命的な出会いをするのである。ギリシア一のカリドと狩猟の女神が恋に落ちるのには、時間はかからなかった。オーリーオーンは、アルテミスと共に暮れた島に渡り、穏やかに暮らしていた。神々の間でも二人の仲は評判になり、互いに結婚も考えていた。ところが、アルテミスの兄アポローンは、 オーリーオーンの乱暴な性格を嫌い、また純潔をつかさどるところ女神、アルテミスに恋は許されないして二人の仲を認めず、ことあるごとにアルテミスを罵しったが、彼女は聞き入れなかった。そこで、アポローンは、オーリーオーンのもとに、毒サソリを放つ。このサソリは、オーリーオーンが動物たちを狩り尽くすことを懸念した、ガイアの放った資角との説もある。驚いたオーリーオーンは海へと逃げた。 ちょうどその頃、アポローンは、海の中を、頭だけ出して歩くオーリーオーンを示し、アルテミスよ、弓の達人である君でも、遠くに引かれあれを打ち当てることはできまいと逃げる、オーリーオーンを指さしたのである。あまりにも遠く、それが、オーリーオーンと認識できなかったアルテミスは、私は、確実に狙いを定める、矢の名人。たやすいことですと、アポローンの挑発に乗って、弓を引いた。 矢は、オーリーオーオンに命中し、彼は、恋人の手にかかって死んだ。いた者が浜に打ち上げられて、初めてそれがオーリーオーンだったことに気がついた、アルテミスは、神としての仕事を忘れるほど悲しんだ。アルテミスは、死者も蘇らせるという名医アスクレーピオスのもとを、尋ね、オーリーオーオンを生き返らせてくれるよう頼む。しかし、冥府の王、ハーデースが反対した。 アルテミスはせめて最後にと、大ミーはゼウスに、オーリーオーンを空にあげてください。さすれば私が、銀の車で夜空を走っていくとき、いつもオーリーオーンに会えるからと頼み込んだ。ゼウスもこれを聞き入れ、オーリーオーンは、星座として、空に上がった。彼は月に一度会いに来る、アルテミス、決心を楽しみに待っているとされる。オリオン座の神話、アルテミスのオーリーオーンの悲劇の項も、 参照のこと。オーリーオーンのシーンには諸説ある。以下に有名なものをあげる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。